月27日金曜日は何の日でしょうか。はい、正解、ひだまりスケッチ10巻の発売日です。10巻が出る、だ、出る、出るぞー、出て、で、出るぞーナチョコもね、大好きだと前々から申し上げておりますけれども、今日は漫画タイムキララキャットで大人気連載中、青木梅先生の漫画ひだまりスケッチの最新10巻の宣伝をするアルバイトです。よし、マイフレンド蓮見香奈さんがゆのちゃん役で出演してる、あの有名なあのひだまりスケッチでございます。そのひだまりスケッチを書いていらっしゃる神青木梅先生はですね、一度マシュマロ企画でウメスとしてご参加いただいたことがありましたね。皆さん覚えてますか？知らない方は去年の8月16日に配信されている五行コンテストという回をそんなことやってました。その回をぜひ見てみてくださいね。さあ、ウメスが登場、今日はついにちゃんとしっかりここにご本人を呼んじゃいました。ようこそじゃん。どうもなちょこちゃん、青木梅です。青木梅さん来たはじめまして。あ、でも梅先生はなちょこのことなんとなく知ってくれてたんですよ。はい。すいません、あの五行コンテストの時もあのその説はお世話になりまして、あんな企画にね参加してもらえるなんてね、あのなちょこの動画とかもちょっとご存知だったり見てくれてたりする、見せていただいております。お忙しい中でありがとうございます。今日は大事なお話がありますから。はい、そうなんです、そのために来ていただきました。よし、行くぞ梅先生、行きますよ。いいですか？それではここからレッツ、あ、ずっとなんか戸惑わせてる。大丈夫です、なちょこにお任せください。レッツひだまりスケッチ10巻の話。梅先生梅先生さあ、というわけで落ち着いて座りまして、はい、ではでは早速なんですけれども、ひだまりスケッチ第10巻の表紙を見させていただいてもいいでしょうか。うめっ、イエーイこちら、じゃーん。尊いおなじみの2人ですね。そうですね、おめでとう。3年くらいぶり。おめでとう。申し訳ございません。なんで謝るんですか。みんな楽しみに待ってたから嬉しいんですよ。これはその10巻の表紙、はい、誰描こうかな的なのって、はい、前々から決めてたんですか。流れってあるんですか。そうですね、基本的には一巻がゆのっち一人で、そこからゆのっち&誰かで、みやちゃんから始まりずっといろんな子に変わってきてたんですけど、そうですよね、今回は二巻に戻る、あ、そっか、ようなイメージといいますか、あの2人が鉛筆持ってたりするのを実はちょっと2巻からのイメージで、あらま、近い感じにわざとしてまして、へー、狙ってるんですね。うめ先生なんかやっぱりなんだろうな、2人もこう成長というか、はい、なんだろうな、ちょっと大人な感じに見えました。おー、なんでしょう、ありがとう、なんか爽やかですし、11巻でつながってたらまた戻るんですか。そこがあれですね、あれですね、カットされるかされないか、あお、はい、のとこですが、まあ、はい、まあ、11巻で終わるんじゃないのかなっていうのがありまして、まあ、最後の巻がちょっとどうなるかまだ内緒ではあるんですが、なるほど、その1個前で、まあちょっと基本のユノと
二人のところに。あらまあ、それでこの二人か。確かにみかんと皆さん見比べてみてくださいね。そうか。あとは気になるのはやっぱりあのめくったところの梅先生の自画像なんですけど、はい、あれ割と凝ってらっしゃいますよね。そうですかね。今回は影がある感じですね。そうですね。なんで影を帯びたんですか。あれはもうあの10巻が出るのに時間がかかりすぎてしまったので謝罪の気持ちをですね。まさかの謝罪の自画像ですよ皆さん。そう思いながら見てください。ノリです。自画像はノリ、はい、ノリとかなんかこういう筆がちょっと使いたい気分とか。あ、画材、あ、あの CG ですけど、あ、こういうタッチの、はい、そうですね、ペンをちょっと今使いたい気分だなみたいなのとか試し書き。あ、そうですね。自画像はノリと試し書きです。皆さんそう思って見てくださいね。10巻はどのあたりのお話になってますか。夏休みに入ったのかな、入ったのかなみたいな。ゆのっちとみやちゃん的にはもう高校生活最後ですもんね、はい、そうですね、3年生の夏休みに入ったりして。でも高校生3年生の夏休みはもう受験生だったらもう結構大変な時期ですよね。確かそうですね。あ、なちょこはまだわかんないんですけど受験生の夏が描かれていたり、あとは進路だったりとかでしょうか。そうですね。遊んだり遊べなかったり、2学期に入ったりしてます。わあ、なちょこの推しはやっぱりあのゆのっちなんですけど、ゆのっちの活躍的にはどのような感じでしょうか。ああ、結構ゆのっちは10巻は頑張った。頑張った。ゆのっち頑張った。ゆのっち頑張ったかなって私は思ってます。偉いね。ゆのっち偉いね。もうすでに太い。これはもう1巻からもうね全部もう読み倒したらいいじゃないですか。楽しみですね。そんな楽しみもありますね。なちょこもバイト代でいっぱい買おう。ひだまりスケッチ、みなさんもゆのっちたちの高校生最後の夏休みをお見逃しなく。さてここからはひだまりスケッチ10巻の発売を記念しまして、なんとか恒例絵を描くシリーズをお見せいただければと思います。うめっすうめせんせさあ、なちょこだったり梅先生に関わるお互いのキャラクターを見ずに描いてみようという、思い出しながら描いてみようという企画にチャレンジしましょう。お題が出たら2人とも一緒にチャレンジで、梅先生に関するお題は梅先生に有利となっておりますし、なちょこに関するお題はなちょこに有利ということになっておりますので、ゴブゴブだね。まだわかんないけど、ではお題をどうぞ。ゆの、あらー、ゆのっちはだってねえ、先生はもうそりゃ見ずにもう帰っていいんですか。あ、大丈夫です。帰ってください。スタート。どうしよう。これはそうだな、なんかこの、記憶を呼び起こして、こうだな、できた。早い。そんなに早く。絵はね、心で描くんです。大丈夫、それがね得意だから、もうあっという間に描けてしまうんですね。描けたら見せてください。あ、すいません、もういつでも終わりで大丈夫です。いつでも終わり。せーの、じゃん。梅先生、なんてこのゆのっちどうですか。割とゆのっちです。キャだって、なんかフォルム同じですもんね、梅先生が描いたやつと同じですね。イエー、
心こもってます。な、え、梅先生どっから描きました？あ、今日は目から描きました。今日は目から？え、目じゃないとこから描く場合もあるんですか？いつもは目から描かないですね。え、なんで今日は目から描いたんですか？あんまり消したりするとあれかなと思ったんで、いつも当たりから描くので。ああ、ちゃんと描くときは。はい。なちょこもじゃあ次当たりから描こう。次のお題はなちょこ。あ、いい。私名でございますか。スタート。なちょこ。なちょこはでもなちょこ自身をいっぱい描いてきたからな。あ、当たりはいいですか。ね。割と2分で、これがあって、今日はどんなお顔にしようかな。はい、あれ、え、もうできました？だいたいじゃあ、あ、あ、すごい。あれ、え、おめでじゅう、なちょこマスターですか？おめでじゅうは、なちょこ、実は隠れていっぱい描いてきたとかですか？え、さっきなんかちょこっとだけなんか見ちゃった。梅先生、梅先生、それは見ちゃダメじゃないですか。次のお題はひだまりスケッチからまつりちゃん。来ました、ニューカマーですね。もうでもニューカマーって感じでもないぐらいいますよね。そうですね、結構もう来てから経ちます ね、うんうん、ではまつりちゃん描いていきましょう。スタート。あー、ちょっとなちょこまつりちゃん描くの初めてかもしれない。まつりちゃん、まつりちゃんか、まつりちゃん、思い描こう。こうまつりちゃんはね、ちょっとね、なんだろう、年下っ子ですけど、ちょっとなんか大人びた雰囲気もある。そう、そこがいいところ。心でか、まつりちゃんを心で、あ、いや、どっちもかけたい感じですね。あとはあれだね、ヘアアクセサリーがやっぱりね、特徴だ。知ってる、知ってる、知ってる、知ってる。こう、こう、こう。あれ、ちょっと、あれ、ちょっと違うの。思ってたんと違うのできたけど、どうしようかな。じゃあ、二人のまつりちゃんを見てみましょう。あ、え、え、お、ほら、おいしさっきりな。こんな表情になるつもりじゃなかったんですけど。ちょっと、うれいてる時のまつりちゃんかな、ね、なのかなって感じ。かなり嫌なことがあったまつりちゃんにもそういう日があるかもしれないというね。そうですね。その辺をね、10巻でも探していただければ。この顔に近いまつりちゃんを10巻で探そうという企画ですんで。梅先生のまつりちゃんはこれドアップですね。ドアップですね。でもまつりちゃんってわかるのすごいですね。なんか特徴のところを描こうと思ったら大きくなりすぎました。なるほど。あ、特徴、特徴のところ、確かに、はい、髪飾りのところとお目目、つり目で、あ、まつりちゃんはちょっとまつげがピンピンと。はい、お目目はやっぱり特徴って出るんですか？そうですね、一応ちょいちょい描き分けてますけど。いやー、なるほどな。でもちょっと釣り目っぽい可愛らしさをね、なちょこも描きたかったんだし。あ、じゃあまつげ描こう。まつりちゃん、まつり、まつりちゃん、まつりちゃん、まつり。ではラストでございます。まずはこちらです。梅先生、はい、よろしいですか？マザー、マザーです。マザー、マザーっていうのは、まあ、軽く説明をさせていただきますと、ですね、マシン軍を束ねる存在として以前、ナチョコのアルバイト動画に登場した、はい、唯一無二の存在、そう、偉大なるマザーでございます。これはもう梅先生はもう、はい、思うように、思うがままに書いていただければ結構でございますので、はい、なんか聞き覚えはあるんですけど、全く覚えてない。え、ってことはもしかしたら見た可能性はあるってこと？見た可能性はあるんですけど。え、すごい、あ、ありがたいです。でもビジュアル的にはまるっきり覚えていないので。いいんです、いいんです、絵はね、心で何かこう、
マザー、あれでもナチョコも、マザーだから、マザーというのはやっぱり偉大なる、偉大さを、ナチョコ的にはもう終わっちゃったな。1,2,3,4,4 筆で落ちたな。じゃあ見てみましょう。じゃん。あ、近い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  あの発想としては素晴らしく近いですね。すごい近いですね。なんてこと、梅先生はシンクロしている。すごいすごい、あーびっくりむしろなんてこと、絵をちゃんと描いたのが梅先生ですかプロットがなんてこみたいなね。かなりすごい、共通認識が、発想としては全く一緒ですね一緒ですね、可愛いですね。そうでしょ、力作なんですプロの漫画家に褒められたので、ナチョコは漫画家になりますねえ梅先生ねえ優しさがちょっと痛くなってきました。梅先生、プロなのにやたら絵を描かせてすみません。ありがとうございましたありがとうございました。楽しかった ありがとう、梅先生でした。あ、居心地が良いのでしばらく滞在します。青木梅先生でした。梅先生はさすがプロなだけあって、さらっと描いてもあんなにクオリティが高い絵をね、いっぱい生み出してくださってて、そんな梅先生がちゃんと描いたのが時間ですから、それはもう素晴らしいものになっているわけでございます。みんな見てね、なちょこもいっぱい見るよ。というわけで、この次の動画も全然また別企画にはなるんですけど、引き続き青木梅先生に来てもらいます。今日のアルバイト代はひだまりスケッチ10巻、イエーイ変なとかじゃなくて現物支給、いっぱい読める、やったー。でもアルバイト代これまでのやつでいっぱい10巻買おう、やったー、いけます。